俺、慎太郎俺、柴田というわけで、えー、慎太郎役の緑川光と、<laughs> えっと、南国少年パパ君の海の親原作者の柴田亜美先生です。こんにちは。どうも、こんにちは。えー、今回このアルバムを作るにあたりまして、いろいろと質問が寄せられているんですけれども、それをこれからいろいろとインタビューしたいんですけれども、よろしくお願いします。お願いします。え、早速ですが、えー、まず最初に、 先生が漫画家になった経緯をお聞きしたいんですけれどもやっぱり子供の頃から漫画家になりたいなぁなんて思ってたんですかえ、子供の頃は逆に漫画家になりたかったんですけど、はい、大人になったらもう全然漫画家にはなりたくなくなってたんですよあ、それはどうしてですかまたあのー、やっぱりなんか現実に目が、ね、<laughs> 漫画家やってもそんな食っていけるわけねとかあ<ー>るなるほどねはいはいはい、えー そうですか。なんか話によるとその前にも仕事をやってらしたんですよね。あ、そうです。はい、あの広告の会社でイラストレーターをやってたんですよ。はい、あ、そうですか。はい、それは何て言うんだろう。その会社の PR みたいなその写生的なイラストをやってたんですか、うん。そうですね。カット書きの仕事が多かったね。じゃあなぜそれから漫画家に移行したというそこに注目がいくんですけれども、はい、それはあのやってる途中でアルバイトで、はい。 ドラクエ四コマっていうのを書いてたんですよ。ただまあそれで人気が出ちゃってて、でなんかあの担当さんからですね、なんかマンガも描いてみないかとか言われてたんですけど、あそのパロディーじゃなくて自分の漫画も、はいはい、オリジナル描いていく、はい、とかね、ちょっとなんかあのやっぱ人生の転機といいますか落ち込んでた時があって、はい、そこでなんか一発かけてみようかなとか思いまして。<ー> <laughs> あじゃあ最初は<え>じゃあその仕事も続けのそうやってたわけですかですよパプア君の2話目までは会社と掛け持ちで会社で原稿書いてたんですよ。<laughs> そうですか、はい、なんか言われませんでしたそんなことして。<laughs> いや割とあの自由ないい感じの会社だったからみんなあの興味持って面白そうに見てくれてはいましたけどね。うん、じゃあそれで忙しくなってきて、はい、やめなきゃいけなくなったみたいな そうなんですよ本当はねできるんだったらずっとその会社はすごい好きだったんで痛かったんですけどねああなかなかギャラも良かったんですか、ええ ギャラもいいし <laughs> 休み時間が多かったんですよすごくあ<ー>漫画家休み時間ないんだもん <laughs>、うん、忙しいですよね、うん、じゃあ <laughs> まあ次の質問に行きたいんですけれども南国少年パパ君には東北宮城とか忍者鳥取とか、はい、その地方の方言で喋るキャラクターが出てきますよね、はい、その方言なんかはどのようにして調べてるんですかあれはですね友達でその時出身かあの仕事場でどなたかそこ から出られた方に実際に訪ねてやってるんですよ。い<や>ねえ、そういう人に限定されちゃうわけですね。じゃ知り合いに東北の人がいたとか。いや、たまたまそれがもう最初にネームからやっちゃうから探すのが大変。<laughs> それから東北出身を探すのが <laughs> もう。じゃあやっぱりそうですねい。いろいろ聞いてるとその方言のいいところが分かってくるじゃないですか。ニュアンスとか。今現在先生ご自身でどこの方言が好きですか。はい、あのですね。 私結構鳥取とか好きでしたよ。なんかタラズガとかいう言葉とか出てきて、全然意味不明なんですけど、なんか異性はいいなーとか思っちゃって。<laughs> そうですね。えー、なんかね、そういうなんか意味不明の勢いみたいなありますよね。はい、<laughs> <laughs> まあ僕出身が栃木なんですけど、あ、そうなんですか。か栃木弁のキャラクターは出る予定は。<え>は栃木くんってなんか語呂がいいからすぐ出そうですね。出るんですか？非常に楽しみにしてるんですけども。<laughs> そう言いながらしばらく出ない。 <laughs> <laughs> やっぱりなんかね出たら嬉しいなみたいなやっぱ <laughs> うそうですね必殺技系にはカンピョうかなんか来るのかな <laughs> でもそんなこと言ったら全部これ言葉直してとか言って平気で仕事きますよ <laughs> いやでも栃木弁はねでたらめですから<え> <laughs> そうなんですかいや僕も全然知らなかったんですけど「なまってる」っていうのはアクセント辞典引いたらアクセント崩壊地帯とかそうだからあのアニメなんかになったら結構声優さん大変ですよね大変ですよね、うん、私漫画だからね言葉だけで「ひらひら」って書いてますけどね <laughs> <laughs> うん、じゃあの個人的に気になってることがあるんですけれども、はいはい、<laughs> これから先クリコちゃん以外の女性キャラクターが出る予定はないんでしょうか出ないんですか結構ねあの女性のキャラクターも見てみたいなと思ってるんですけれどもれ実は女性が描けないんですよ <laughs> そんなことないじゃないですかだから「<laughs> あのドラクエ」の四コマ漫画とかはとても。はい 色っぽい女性とかも描いてるじゃないですか本当に読んでましたか私のえ見てますよ <laughs> 出てましたあの,あの、ええ、踊り子とか可愛いじゃないですか私踊り子描きましたあどほらあほうであっほうで、ね、いるじゃないですかあなん、うん、他の作家よく描いてたけど私あんまり描いてませんでしたよそう,そうですかあのねなんか私が描くとすごい水商売臭くなるから <laughs> なんか少年子向きじゃなくなっちゃうんですよあ<ー>ダメですねじゃあこれからあんまり期待はしちゃいけないみたいな<っ>もう丸気しなくことにしたいオカマはいっぱい出てきますけどね <laughs> そうですかオカマは死有同体とかそういうんじゃないですよねそうですよね慎太郎モテモテですねギラギラいや嬉しいっすようん <laughs> <laughs> <laughs>、ま、それは置いときまして、はい、先生はアニメの方の南国少年パパ君はご覧になってますか、はいうん 毎回見ててビデオにとって、私毎日ね、あの三回は最低見てますよ。あ、うん、その週のやつ。そうですか、じゃ、あ僕に匹敵してますね。ねえ <laughs>、どのような感想を持たれました。<laughs> あ、なんか不思議ですね、やっぱり。声が出てるっていうのはね。そうですよね。うん、でもね、笑い転げてますよ、本当に。本当に自分のこと好きなんだなって思っちゃった。 <laughs> いい作品だなとか思ながら <laughs> 確かにねやってても面白いですよ <laughs> 丹野くんとかやっぱり表情見ただけで不気味ですしねねすね毛まで生えしていただいたままでね <laughs> 親も喜んで見てますけどね実家でねあそうですかうち慎太郎さんうまいうまえても喜んでるんですよありがとうございますこれからも鍛錬してより良いものにするように頑張りますんで<う>、えー、じゃあ今後は、はい、どのような作品を書いてみたいなと思ってますかあ,あのもう本当 あらゆる分野の正統派の漫画描きたいんですよ。だからもうなんか最近よく流行ってるですよ。超能力バビューンとか、はいはい、なんかいろいろ超現象とかあるけど、もっと正当なヒーロー昔ながらのヒーローものとか、ギャグだったら本当みんな笑えるギャグとかそういう正統派ですね。すねまあ絶対あの少女漫画とか恋愛はまだ描かないと思いますけどね。でもいずれは絶対描けねえ <laughs> 描けねえ描けねえみたいな感じで。 そ、うん、うですかもうやっぱりドシリアス見てみたいですね、えーうん、あ、それは最初ですね <laughs> 最初はね学生の頃すごいシリアスなのばっかり書いてたんですけどねあ学生の頃も書いてたんですか一応あの<か>中学生ぐらいまでは書いてたんですよ書いてたんですか、うん、でもやっぱりねギャグ漫画の典型的なパターンでそれは全然評価されないからこっちになっちゃったみたいですね うん、うんそう、時々パパ君でもね、シリアスな話かですよ、ね。そう、ありますよね。やっぱりね、そのうちやっぱり、女性も出てくる。まだ言ってます、ね。<笑><笑>いや、見てみたいんですよ、やっぱり。だから、オカマが出てくるって言ったんでしょもう。わかりました。それを楽しみにしてます <laughs> て <laughs>、えー。これはね、誰もが気になってると思うんですけれども。ええ 南国少年パプア君はこれからどのような展開になっていくんでしょうかね差し支えない程度にほんのちょっとでも教えていただけると僕個人としても嬉しいんですがそうですねヒントを言えばヒント謎はあの今回私が作詞した「うんばば」テーマだったっけ全然テーマさんの名前忘れてたら <laughs> タイトルつけるの忘れてた「うん、パプア君」のテーマに入ってますそれを聞けば 聞いて考えればう,うん、おのずとうん、そこにもうテーマは入ってますうん、はあ、そうなんですよ死んだろこれから大変ですよ、はあ、そうですか <laughs> <う>血管切れるまで叫んでください喉をいたわって風邪ひかないようにう <laughs> 気をつけます <laughs> えー、じゃあプライベートなことをちょっとお聞きしたいんですけれども 柴田亜美というのは本本名名ででしょうかあ本名です、うん、結構最近漫画家の方でもいろいろペンネームっていうんですかつけてる人多いですよねそうなんですよねでもまあなんかあのペンネームつけるのも恥ずかしいからとか思って本名で「柴田亜美」って出したら最近なんか「亜美ちゃん」という言葉がやたら流行ってるみたいだからしまったなと思ってるんですけど帰る予定は <laughs> ないですか <laughs> <laughs> じゃあ誕生日は 誕生日はあの慎太郎と同じで恥ずかしいこれ。五月二十四日なんですよ。五月二十四日。はい。っていうと、おい石座ですかね。双子座です。あ、双子座にっちゃうのか。いや僕二日なんですよ。あ、そうなんですか。ね。五月生まれ。そうです。年も一緒だからもしかしたら。年一緒なんです。か二十四ですよね。五です。あ、五人もうなったんですか。もうとっくになって。慎太郎さんですよ。え？慎太郎さん。あ、あなたじゃなくてね。 あ心太郎さんは私と同じ年ですね。あ、うん、そういうふうに設定してあるんだそういうふうに設定してあるあなるほどねはいはいはい、はいうん、そっかそれで謎が解けた、ね、まあそれはいいんですけれども <laughs>、えー、じゃあ血液型はあ B 型です <laughs> 一緒ですね <laughs> そうなんです B 型です虐げられますよね世間からね <laughs> あの自由気ままに生きてるってよく言われますよ、ね、<laughs> <laughs> まあそれはいいんですけれども他人の言うこと聞かないとかね <laughs> じゃあ仕事以外に趣味みたいなもので何かありますかあのですねデパートって好きなんですよなんか上から下まで見るのがいろんなものがある、うん、そうですよねまあ、僕もよく行きますけど、うん、ああいうものを見るのって別に買うわけじゃなくてそうじゃなくてだからもうほんとそれこそ食料品売り場から服から文具コーナーまでくま<う>なくものを見るの好きなんですよ <laughs> <laughs> それやっぱりなんか漫画書く上で参考になったりとかしますうん <laughs> 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 妨げにばっかりなったのね <laughs> <laughs> そんな暇あったらやれ <laughs> <laughs> お好きな食べ物は何か好きな食べ物はスルメが好きなんですよ私でも最近す、ね、うんでも最近ねスルメとか <laughs> あん肝とかあん肝食べたことないです<う>僕。 すっごい美味しいですよあれはあんこの肝あんこの肝なんですよあ,あんこ甘いの。<laughs> あのバカ野郎な <laughs> キャラクそんなこと言っちゃいけませんねあ美味しいんですか美味しいですよああいうものばっかり酒のつまみばっかり食べてますね情けないの。他には何かありますか好きなのそうですね女の子らしくじゃあぶどとか好きだわぶどう送られてくるから ああいいですね果物は体にいいですもんね果物は好きですね全体的に全然食べてないですよ一人暮らしなもんでえ一人暮らしって逆に果物食べませんいや本当に食べないですね私逆に果物を主食にして過ごしてもらいますよ他は食べない出身地はどこでしか長崎です長崎はいそこはどのようなあのね観光地なんですよ本当に 観光地の中に本当町があるっていう感じなんですよ作りがやっぱり観光地がメインみたいになっちゃってるんですかそうなんですよで本当にオランダ中国っていう風ないろんな国の文化が入ってんで、うん、雑多ですねでお祭りがすごい派手ですよお盆の時でも花火を鳴らして死者を見送るという、うん、騒がしい街ですね。パプア島に似てたりそう、ね、そういう部分は <laughs> 色使い派手な街ですね。えーじゃあそうですね。ちょっと質問の感じを変えたいと思うんですけれども、漫画家になって良かったなーって思うことはありますか？漫画家になって良かったと思うことですか？なんか得したぜみたいな。得した？<laughs> まあそう言ったそういったことで。うん。思いつかないわ。<laughs> <laughs> 全然思いつかないわ。 よくね、うん、なんか漫画家の方って大変ですよね締め切りに追われたりとかそうですねその点どうですか柴田先生が私だから漫画家になったら楽できるとばっかり思ってたんですよはい、はい、<laughs> とんでもないです、ね、とんでもないですか。ええー、でもなんとか時間作って遊んでますけどね <laughs> うん。ね、遊ばないとアイデアも、うん、いいアイデアも湧きませんからねこうギャグですからねそうですね自分のその漫画が初めて雑誌に載った時はい。はいはい どういうい気分がしましまたあの私字がすごく汚いんでセリフがあの綺麗な社食で打ってありますよね綺麗な字だなとか思ってそう思って見てましたけどね <laughs> 情けない答えですね <laughs> 漫画家として。<笑><笑>じゃあ、はい、それが、まあ、たまって単行本になりますよね。ええ、それでやっぱり雑誌ってパラパラパラっててパパパラララ感じじゃないですか、ええね、それがちゃんと製本されて、うんまあ、表紙なんか色がついて。うん 一巻第一巻とか出たらどんな感じしましたそれはそれでああれはね何かすごく恥ずかしかった逆にうんもう本屋にもう毎日毎日ってじーって自分の方見てましたけどねそれはどういう意味で見てたんですかいやなちゃんと買ってるのみんなで売れてました寂しいから自分で5冊ぐらい買ってもらたけどねマジですかそれじゃあそうですねまあそういう 人気が出てくるとサインをする機会も増えると思うんですけれども初めてサインをしたサインを頼まれた時はどういった気分がしました私 字が下手だだから嫌だなって思いましたけどね <laughs> 普通サインを頼まれるとやっぱり、うん、簡単なイラストあそうだからね友達の漫画家さんはすごい丁寧に描くんですけど私人に物を食べるところと字を書くところを見られるの恥ずかしくて嫌いなんですよだからもう,う超スピードででもうう描いてサッっててっ渡すようにしてるんですよよにしるんねちゃんと書いてるか手を分からないさあって書いてよく人には心ないって言われてますけどね、うん、<laughs> ダメなんですよ食べられるのと字を書くの見られるの。<laughs> あんまね好きな人いまいませんけどね、うん、そうですね、うん、俺の食めてるところを見るとか、ね、<や>気持ち悪いそうですね、はい、やっぱりそうですね漫画家をやってるということで普通の人よりたくさん漫画を読まれてるとかそういうことはないですかやっぱ研究とかそういう意味であのー、逆に漫画家じゃなかった時の方が読んでたかもしれませんねうん 読んだら影響受けるのが怖いんで書いてる時は読まないようにしてるんですよなるほどね、はい、一応ね月一回ですよね月刊誌ですよねそ,すよそれで大体あの1話あたりって何ページぐらいでしたっけ、うん、1話大体24ページです一話だけやる時はで大体そうですね、うん、どのくらいのペースでやってら、あのー、やってらっしゃるんですかその一ヶ月時間はあるんですけれども下書きに二日で ペン入れと仕上げで2日だから手を動かすのは4日間なんですけど、はい、まああの話が出るまでは仕事がね<ー>手につかないで決して遊んでるわけじゃないんですけどね家にいませんけどなんだ月に4日しかしかして <laughs> あ,あそうなんですか大体まあ確かに大変でしょうけれども、はい、手を動かすたら早いですねですええ。 えー、1993年はどのような年にしたいですかね、うん、もっと今よりもいい作品を書きたいと思ってますねパプア以外にパプアくんも含めてそうですね、うん、期待してます個人的にもあ,ありがとうございます、はいえー、最後にファンの皆さんに一言お願いしたいんですけれども、うん、もうとこれからも ちょっと今まで以上のものを、常に書こうと思っておりますので。まあ。暖かい目で、見てやってくださいってことでしょうか。ね、まあ、アニメの方も。そうですね。僕も頑張って、いいものに。ね、よりいいものにしていこうと思うんで、アニメの方もね。ねぜひ期待してほしいんですけれども。暖かい目で、別に見なくてもいいですね。<laughs> いつでもかかってこいですね。こういうこと言うから。<laughs> <laughs> まあ、これからも、柴田先生のご活躍を期待してますので。 ぜひ頑張ってください。はい、どうもありがとうございまし本当に今日はいろいろとどうもありがとうございました。どうも。